はい、お晩でした。まだそれでいくんだ。お願いだから、お願いだからジャンボにしてくださいっていう人がいるけど。お晩です、お晩でした、お晩でした。そう、このビーフさすごい持つよね。持つ持つ、噛んだし。そう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 、2020年だって。2020年、もう保存食や。何やってるかな俺。わからん、うん、すごいすごい持ちます。保存食、ね、保存食で買っといてさ、うん、置いてさ、そう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 、ある時に折って食べればいいと思う。あ、これ俺すごく一人暮らしの時世話になったよこれ、うん、普通にさこれ出して剥いてあのポン酢マヨネーズで食べたり。そう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 、あのさスライスした玉ねぎあのちょっと水にさらしてさ一緒に食べたりしても美味しい。ご飯にのせてもうまいでしょ、うん、ご飯とも合う。そう、うん、そう、結構万能だよね。優秀です。おにぎりの具材とかにもいいんじゃないですかね。わかるね、味噌とね、あんまりあんまり言うとこれから作るもんだってある。結局パスタ好きよ。結局パスタだよ。パスタの動画しか見ねえんだ。お店に来る人もさ、俺のことをイタリアンの料理人だとみんな思ってる。うん、パスタはね別にねできるからやってるだけ。いろいろできるんだぞと。できる。スライシング。スライシング。うん。スラッシャーだ。スラッシャーします。玉ねぎスラッシャー多いし。チャンピオンの漫画も漫画っぽい。ちょっとこう黒目の覚悟の進めみたいな。その切り方してさ、それ上取れんのか。取れない。そうだよね、うん、キパって。あのそうだわ。そうそうだわ、うん、困った。みんな気をつけろ。ほじれば取れるし、ほじる。別にね、その、うん、さスライスのまま食うわけじゃないからね。うまくてうまいけど。びっくりした。あ、キャベツ入れようかと思ったけど忘れた。そう切ってたもん。そんなにってことにあるのに。これは本当にいい便利。いい便利だよ本当に。簡単だし。うん。ちょっと高いなって思うんだよ多分買うとき。買うときね。うん。これ350円ぐらいです、うん。うん。でもねほら今まあ一人前作っても、ね、まだあるわけだ。うん。半分以上。100円分も使ってないよ。うん。取っとけばいいよね、うん、取っとけばいいさ、ラップに、ねうん、してね。そう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 、なのでぜひおすすめです、うん、あのね大西最近ね鯛茶漬けみたいにも凝ってる。あそうなの、うん、あの燻製あの魚をね最近燻製して、そうあの今コココロでメニューでね燻製サバ茶漬けっていうのが出てる。へえ、うん、そうなんだ。そう人気ですね。へえ、しそだったらいいな。しそないからバジルでも入れてみるか。バジル、うん、まあ、バジルとソースまあになんか似たようなもんだよ。どこの国のあれか分からなくなる。料理人とは思えない。ということで皆さんもぜひやってみてくださーい。それだから規定のもんじゃねえだろ。なんでオリジナリティいきます。ジャンボ料理うまいばこココロクッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早いな。はい、なんだ、パスが入っちゃうよね、絶対に。はい、皮ね、ちょっと入っちゃってもね、いいよ。皮にさ、ビタミン C が多く含まれてるんだよ、ジャガイモ。そう、うん、サクッと剥くってこと。そう、まあサクッと剥いて、入っちゃったままでもいいけどね。俺ポテトサラダ作る時とか入ったままでいくけど。それは要するに、うん、ポテト潰し器なの。そう、まあいろいろ使う。そう、でもポテト潰しにも最適っていう感じ。だけどね、ちょっと柔らかいんだよな。折れそう。もうこれがね、もっとガチガチに硬かったらね、いい。なるほど。そう。やっぱり便利だな、これ、オメガピスペン。これ、混ぜれるのが便利だね、潰してそのまま。他のは混ぜれない。混ぜ、あの、ポテトマッシャーあったら普通さ、うん、混ぜる形にはなってない。よいしょ。毎回そうだけど、もうこのまま食えるからね。そうだ。この時点で。うん、醤油さらっとかけて終わり。これがマッシュポテトのところがその料理のある。うん、そうそうそう。まあでもね、普通のじゃがいもでもいけるよ、ね。うん、そういけるの。自由、家庭料理だからね。ズチ、あち。インフンなの。ズチあち。おっくん。勝てる。おっくんの宅飲みグルメに対抗して完全にやってる感ある。ビールを飲みながら。うん、お店の食事で生ビール。
客飲みに行って出して女の子に惹かれるやつ。うわーって。うわーが違うやつ。この人に料理作ったらなんかいろいろ文句言われそうになるやつ。ちなみに僕はあの彼女を作る料理とかに絶対文句言わないですから、ね。遠慮なく作っていただいて結構です皆さん。知らん。美味しいし。決めてる。うん。やっぱ美味しい。もうだって。いや、このままさ、考えたってもう無限に料理のレシピ思いつくよ。コンビーフ使って。そうだね。うん、もう肉なんだもん。なんだ、なんだったらもう味噌汁に入れてもうまいんじゃねえか。マジか。むしろもう米炊くときにさ、一緒にポンって入れてさ、炊き込んじゃったら美味しいんじゃない、もしかして。確かに、うん、炊き込みいいかもね。炊き込みご飯とかいいかもしんない。うん、